フィレンツェローマ高速線は、イタリアの主要な高速鉄道路線である。ディレッティシマ・フィレンツェローマの名称で知られ、イタリア語で、まっすぐなフィレンツェローマ間の鉄道を意味している。この名称は、大幅な所要時間の短縮をもたらした1927年に、開業のローマ・フォルミアナポリセや、1934年開業のボローニャ・フィレンツェ線の路線名称が反映されている。 フィレンツェローマ高速線はヨーロッパで初めて営業を開始した高速鉄道路線で1977年2月24日に半分の区間が開業し1992年5月26日に全線開業している。最速列車でローマフィレンツェ間は1時間20分に短縮された。現在、 フィーによって新しい高速幹線鉄道に修正され、欧州連合が定める欧州横断ネットワークの1号線の一部を形成している。ローマフィレンツェ間のフィレンツェローマ線 315km は、いくつかの異なる鉄道路線や異なった鉄道会社の目的によって開発された結果、曲がりくねった高速化に適さない路線であった。何年もの間、 路線の直線化の計画提案や多くの調査がなされたが、それらはなされなかった。第二次世界大戦後、最終的に旧来の路線に比べ大幅に、路線距離を短絡した2 3 7 5トルの新しい直線的な新線を建設することが決定された。また、新線は既存の路線を置き換えるのではなく統合して、使用されることが考慮された。 1968年終わりから1969年の初めにかけて計画は承認され資金が供給された。この計画はヨーロッパで現在運用されている高速新線では最初の建設計画であった。1970年6月25日に重要区間の着工が行われた。着工されたパリア川にかかる5375メートルの パリア橋梁は25メートルの直線スパンが205箇所と50メートルのアーチスパン5箇所で構成され、ヨーロッパでは一番長い立橋で世界でも有数の長さである。1977年2月24日に着工から6年以上経て、最初の区間であるローマテルミニ駅チッタデッラピエーベ間138キロメートルが開業した。 当初は5年で完成する予定であった。イタリアの鉄道やヨーロッパの鉄道にとっては歴史的な日であったが、その後は政治的な障害等によって建設は父として進まなかった。開業時は E444 型電気機関車牽員のグランコンフォートと呼ばれる高速運転対応の客車で運行が開始された。 1985年9月29日にチッタデッラ、ピエーベアレッツォ館 51km が、1986年5月30日に、フィレンツェバルダル間 20km、1992年5月26日に、最終区間のアレッツォバルダル間が開業している。路線は、名称が示す通り、ほとんどの区間が直線的に建設されており、 最急勾配も8パーミルと緩いものとなっている。踏切等の平面交差もなく、軌道中心間隔は4メートル取られており、対向列車との衝撃なども抑えられている。通信システムや自動列車保安装置は RS4、カダシで構成され、車内信号方式が採用されている。信号は9つのコードが使用されている。 曲率半径は3000メートル取られており、最高速度実速250キロメートルでの運転が可能である。16.2キロメートルごとに渡り線が設けられており、必要に応じてどちらの方向でも運転できる要相単線方式が採用されている。軌道は UIC60 キログラムマイメートルレールが採用されておりアーク溶接され2.30メートルの pc 枕木に6 0トルごとにパンドロールクリップによって固定されている。途中区間では在来線との接続も行われているが、新線と相互に干渉することなく接続線が設けられている。渡り線に設けられている分岐器は時速1 0 0トルに対応しており、さらに15の分岐装置は時速1 6 0トル以上にも対応している。 路線の近代化のため、交流電化 25KV への昇圧や、エタックスなどの新保安装置の採用などにより、時速 250km から時速 300km への最高速度の向上が検討されており現在、改良が開始されている。ありがとうございます。